QX50 は日産が製造インフィニティブランドで販売されている自動車である。インフィニティが発表した2014年モデル以降の全ラインアップに対する新ネーミング戦略によってインフィニティ EX からインフィニティ QX50 へと社名が変更された。2013年南京モーターショーで発表され、翌2014年からインフィニティ QX50 として販売を開始。 2015年にマイナーチェンジを実施し、全長が約 80mm 長くなり、全高が約 20mm 高くなった。中国市場へは q x 5 0リットルが投入された。2017年、北米国際自動車省において、次期型 q x 5 0を示す、q x 5 0コンセプトを公開した。駆動方式が、先代の FR から FF へと置換され、 ラゲージスペースも895リットルから1048リットルへと拡大した。可変圧縮比エンジン、VC ターボこと KR20DDT を初めて搭載するモデルとなる。2017年11月、メキシコにある日産とダイムラーの合弁工場で生産が開始された。2019年、日本国内でもインパルを通して販売を開始。ベースは、 北米使用者で、東華類などを国内の放棄に合わせての販売となる。QX50 の姉妹車として2020年11月にデビューした。日産自動車の構造改革、日産ネクストの一環として導入された。エンジンやプラットフォームなどの基本的な部分は QX50 と共用している。クーペ SUV であり、FX をモチーフにして開発された。 ありがとうございます。